しゃべくり松代始まるよ。はい、皆様こんばんは。8月4日月曜日、第197回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝から蒸し暑くてですね、少し動いただけでもまあ汗ばむっていう形で、大変な真っ白でございます。それではですね、今日のゲストをご紹介いたします。来年度、平成27年3月にはですね、善光寺の御開帳が行われます。その寄進の責任者であります、あの善光寺前立本尊御開帳回向柱寄進建立会会長の吉川純一さんです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、初めにですね、今回27年度に寄進される回向柱寄進建立会の設立っていうんですかね、はい、これもちょっといつ頃だったかっていうのはちょっとご説明いただけますかね。まあ、ちょっとここに新聞のあれもあるんですけれども、はい、寄進建立会は7月の17日に総勢45名ほどの常任理事さん以上お集まりいただきまして設立いたしました。そうですか。これはどこでやられたですかね。これはロイヤルですね。ああ、そうですか。はい、はい、お様でした。まあ、あとはあのあれですね、前回は、これ何、これ7月27年は何月からどのくらいの期間でやられるわけですかね。ですね、開催される期日は4月の5日から5月31日の57日間にわたって開催されます。これ7年に一度の御開帳っていうんですけども、今回の回向柱の要材はどちらからっていう形になるんですか。前回は松代藩だった小川村から出ましたけど、今回は松代町の西城にあります、中村神社からいただくようになりました。そうですか。はい、これ、まあ、ちょっとじゃあ場所をちょっとあれしますと、これ町歩きセンターなんですが、あ、ここ町歩きセンター、これから、郵便局の方行っていただくと、まあ、あの建立会の事務所っていうのが一応あれですね、商工会議所ですね。商工会議所ですね。はい、で商工会議所、それと松代支所、文化ホールがあるところに、支所がありまして、商工会議所がありますね。まあ、じゃあ一応そういうこの建立会に関するものは商工会議所へ連絡っていう形になりますね。はい、そうですね。はい、で、あとこれずっと西城の方へ行っていただくと、まあ、西城小学校を目指して行っていただければいいですね。はい、その北側が中村神社になりますね。はい、そうです。はい、でその横って言えばおかしいですが宝泉寺さん、それから北側になると、増山地下壕、まあ、こんな近くに、ございますので、まあ、ぜひまたちょっと見に行っていただければいいかなというふうに思いますですね。はい、はい、であとはですね、善光寺さんと松代の関係でこの回向柱が寄進されるっていうんですかね、これの由来っていうのはちょっとまた説明していただけます。はい、これが一番大切なことでありまして、はい、松代からどうして回向柱が御開帳の旅に出るか、はい、それをちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい、回向柱寄進の由来は今から313年前、松代藩が善光寺現本堂建立の普請奉行にあたったというご縁から始まっております。はい、善光寺は長野の地に初めて再建されて以来11回もの火災に見舞われ焼失しているんですね。すごいですね。現在の本堂は1701年、はい、徳川幕府からの再建の命により町の藩主真田幸道公により小山田平太夫を普請奉行として7年の歳月を費やして再建され、うん、現在に至っております。なるほどね。このように善光寺と松代藩の縁故から、ね、7年に一度行われる御開帳には松代より回向柱が奉納される慣習となっております。回向柱は御開帳が行われる57日間本堂の御前に建立されております。ね、まあ、こういうあれになるんですね。でもやっぱり
これがあんまり知られてないっていうことがありますよね。そうですね、うん、あの7年に一度しかないんで、はい、どうしてっていうのがなかなか理解されてないとこありますので、はい、ぜひお子様方にもですね、はい、今回を機会にですね、うん、なんで松代から回向柱が出てくのよ、こんなところご理解いただけたらありがたいな、うん、そうですね、そんなふうに思っております。ね、まあ、松代の町内ばかりではなくて長野市民っていうかね、そういった方にもそういった、はい、松代から出てる由来はこうなんだよっていうのが分かっていただくと最高にいいかなというふうに思いますですね、はい、そうですね、はい、日本中の人に分かっていただけたら嬉しいですね。そうですね、はい、うん、まあ、そういった意味でも今回こういうあれですね、物入れ式にも町民の方に声かけて、はい、参加してもらうっていう話にはなったんですよね。はい、そうですね、はいはい、これはまた当日の写真ちょっと撮らせてもらって、はい、小野入れ式当日ですね、はいはい、まあ、これがあれですね、皆さん、はい、うん、大勢の皆さんに来ていただきました、はい、ありがとうございます。まあ、あとこちらが、はい、これが御神木ですね、 ですね、はい、この太さってどのくらいあるですか。1メートルちょっとですね、はい、まあ、これ皆さん、ね、役員の方が献杯 して、ね、してるところですね、はいはい、これはどういうことですか。はい、上の写真がですね、はい、おみきで清める、はい、下が塩で清める、はい、お清め式ですね、うん、こういう方はどなたなんですかね、はい、やっぱ役決まっているんですか。そうですね、善光寺の棟梁さんが行っております。あ、そうですか、はい、下は副棟梁さんですね。あ、なるほどね、はい、まあ、善光寺にも棟梁がいるなんていうのは初めて聞きました。そうですね、はい、おいでになるんです。なるほどね、はい、はい、でこれも、はい、これが小野入れ式なんですね。そうです、本当の小野入れ式で、うん、まず善光寺の棟梁さんから始めていただいております、はい、なるほどね、はいはい、まあ、これは会長さんがはい、斧入れてるところですけど、お恥ずかしい、やらさせていただきました。はい、これって力いっぱい打っちゃっていいんですか。いえいえ、うん、気持ちを込めて軽く、軽くですかね、はい、どういうあれでやるんですか。1回何回ぐらいこうやって。そうですね、うん、1回ずつ、はい、えいえいえい、左右左の1回ずつですね、はい、なるほどね。まあ、これはもう儀式だからやっぱ決まってはいるんですね。はい、うん、そうですね、はい、これはどういうあれですか。木遣りの皆様にですね、はい、景気づけとご参加いただいてですね、うん、木に感謝の意を込めて木遣り歌っていただきました、うん、はい、これはまた善光寺さんの。そうですね、読経していただきまして、はい、200何年もの命頂戴するんで、うん、そういう意味で読経していただきました。あ、なるほどね、はい、これも同じこういうあれですね、献杯の写真ですね、ですね、はい、これがあれですね。そうです、御神木です。御神木になるんですね、はい、まあ、一応ちょうどいいかっこいいところね、ちょっとうちの町のテレビの尾松さんにちょっと撮っていただいた写真を借りましたけど、はい、ちょっとね、五光が差しているような形で、はい、うまく撮っていただいたんだけど、ね、はい、これ何メーターぐらいあるですか。27メーターから30メートルぐらいございますね。そんなにあるんですね、はい、ね、まあ、あとこれちょっと写真ね、新米の新聞から出たあれなんですけども、これも小野入れ式っていう形で、これはどなたですか。善光寺の内田事務総長さんですね、はい、あ、事務総長も来てやってちゃんといただいてるんですね、はい、はい、こちらの方 は、市民新聞さんなんですけど、はい、善光寺の棟梁さんですね。あ、そうですか、はいはい、やっぱり白装束でやるとちょっとかっこいいですね、はい、わかりました。まあ、実際にこれあれですね、今度斧入れを終わった後、これ伐採っていうかね、これはいつの予定になってるんですか。そうですね、うん、これも9月23日予定でおります。あ、23日でね、はい、これもまた、はい、住民自治協議会だよりか何かに載せてですね、ええ、皆様に来ていただけるようにしたいな。なるほどね、そんなふうに思っております、うん、今までってあんまりそういうあれは広報みたいなのはしなかったですね。やっぱり危ないってことなんでしょうかね。そうですね、うん、あれだけの大きな木、はい、扱いますんで、はい、周りにも木がありますのでね、うん、
怪我のないようにってことで、今までは公表しないでやっておりました。はい。まあ、でも今回こういうねあれやって真っ白からこういうのが出るんだっていうのを見ていただくためにもやっぱり見ていただくのは必要ですよね。はい、ぜひですね、あの町の人にも分かっていただくように PR していきたいな、はい、そんなふうに思っております、はい。まあ、これ小野入式にあの大勢参加住民の方も参加したりとかっていうので会長さんとしてはどういう思いでこういうあの小野入式に臨みましたですか。はい、まずですね、地元の皆さんに来ていただくこと、はい、そしてですね、立派な奉納ができますように皆さんにお力を借りなきゃならないんで、そんな点でですね、町の人にたくさん見に来ていただけてありがたく思っております。そうですか、はい、分かりました。まあ、これ伐採してから今度、製材されてっていう形ですね。これまあ実際7年前のエコー柱立つという形で、まあ、これもあの夢空間が一応出したあの本なんですけども、これ見ると、まあ、こういう形の、はい、清めの感じですね、はい、こういう清め式ですね、はいはい、2月に行われる予定でおります。なるほど、ね、はい。まあ、これも、町内に飾るっていうんですかね、こうやってから、はい。まあ、これもある程度飾る予定ってあるですか。はい、一応ですね、今のところこの町歩きセンターの前、はい、それと旧松代駅の前、はい、それと真田公園、はい、この3箇所候補に上がっておりますが、ああ、そうなんですか。また懇流会で皆さんのご意見で決めていこうと考えております。はい、まあ、あとは続いて今度は祝いのある前日のお祭りっていう形で、まあ、いろいろとまたこれやりますね、はい、いろんな方が出ていただいて、はいはい、にぎわいになると思いますね。そうですね、はい、3月28日、はい、前日祭に予定しております。はい、あとはこういう今度はこれを城下町を回りますと練り歩くという形ですね。そうですね、はい、ここにあのちょっと衣装の変わっている人が小山田平太夫、はい、あ、この真ん中にいらっしゃる方ですね。はい、そうですね、はい、あとはまあこちらで、ね、練り歩いてるっていう形でね、はい、大名行列みたいな形のあれでやっておりますよね。そうですね、はい、はい。まあ、あとは引き続いてこういう、まあ、7年前はこんなあれでトラックに乗せてっていう形でしたけど、はい、来年度は何か考えまたちょっと違う考えですか。そうですね、はい、子どもさん方が少なくなっておりますけど、やっぱりですね、みんなで苦労して引く、町内だけでも引く、これを前面に押し出したいな、考えております。これはあれですか、町内ばかりでなくてどなたでもいいってことなんですか。もちろんです。あ、はい、そうですか。じゃあ広く観光客さんにも引いていただけるように PR していきたいな、ね、思っております、はい。これなんか、ね、宝船もあるんですけど来年もそんな形で、はい、そうですね、はい、極のお裾分けですね、皆さんに極をばらまきながら進んでいきたい、はい、そんなふうに予定しております。あ、そうですか、はい、はい。あとこういうですね、賑やかせていろいろと踊りも出てるという形でね。そうですね、はい、前回はあの婦人会の皆様が真田節を踊っていただいて奉納いたしました。なるほど、ね、はいはい。まあ、結構ねいろんな方、まあ、これ、ここののあれを見ると、若者老若男女、はい、700人以上っていう書いてありました、はいはい、今回も700名から800名ぐらいの大行列になるだろう、うん、あ、そうですか、考えております。まあ、ちょっと楽しみですね、はい、はい、分かりました。まあ、今日はもう本当にあれですね、一通りその小野入れ式から始まってこういう予定までちょっと聞かせていただきましたけど、はい、まあ、次回はまあこの善光寺さんへ行って、善光寺さん行くまでにこれからあれですね、真っ白から練り歩いた後、はい、長野へ行かなきゃいけないですけども、それはどこへ行くような形になるんですか。そうですね、うん、あの長野駅前にあります82銀行の駐車場で、はい、長野の放散会の皆様と一緒になりまして、はいはい、長野放散会からも約
100名近い人たちが加わっていただいて、善光寺さん目指して奉納いたします。あ、そうですか、はい、分かりました。まあ、今日はまあお忙しい中ね、まあおいでいただいて、まあこういうその建立するためのお話を伺いましたけども、まあ体に気をつけて、ありがとうございます、はい、また成功させていただきたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、お知らせ、ね、お知らせですね、はい、ですね、まっすろ学講座っていうのは、はい、23日土曜日に行いますね、はい、これがね、伝承館でやります。お、はい、まあ、あの今世界遺産に登録された富岡製糸場ですね、そうですね、それに関連してですね、富岡日記の著者和田栄に関しての、まあ、そういった行をやりますね。それとあとはね、まちづくり研究会っていうのは8月例会をね行います。で今回またあの新たに、吉澤さんという女性の方に来ていただいて、はい、外人さんを呼ぶにはどうすればいいかみたいな話をちらっとやらっていただければなっていうのを思いますんでね、待ってますね、はい、そういう形でやりたいと思いますんで、はい、ぜひまた参加していただければなというふうに思います、はい、おいてください、はい、よろしくお願いします。さて、じゃあ予定ですね、はい、予定ですね、はい、来週予定ですね、はい、久々にですね、曲がりよさんにちょっとやってもらうようになりました。はい、でね、エコールド真っ白クラブっていうのがねちょうど10周年を迎えたっていうんでね、うん、10年迎えるということで、はい、これをね、代表である八田晋三さん、うん、まあ、あと事務局の半田さん、はい、そういうことを交えてね、うんうん、これからの予定とかね、思いとかっていうのをね語っていただければ。10年ですか、うん、いやー、ね、ご苦労だったです ね、だからそういったお話を ね、聞ければいいかなっていうふうに思いますんで、はい、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。楽しみですね、はい、はい、じゃあそんなことで来週のシャルグマスをどうぞお楽しみに。はい、よろしくお願いします。松代はあなたの街、それそれそれくらい松代、また見てね。